はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥーダイというわけでやっていきましょう。エアクラフトキャリアからの脱出、多分最後のフェラルフォードになるでしょうということでね。アップデート来てなければいいけどな。アップデート来てるつか、なんていうの、変なゾンビ追加されてて破壊されたら終わりよなって。一応素材に関しては反対側のチェストに移してるはずだから、万が一こっち側のトレーダーがぶっ壊れても多分大丈夫。一番怖いのはあれだよね、ボマーが来て吹っ飛ばるみたいな。で、命1個しかないので、死んだら負けですっていうことで、再スタートしたくねえなっていうことなんで、もう負けたら負けなんですよ。もう脱出失敗という感じだね。弓いらんよね。弓いらんな。こうしとく？違うか。回復、飲み物。飲み物だな。飲み物は大事だかもしんない。コーヒーで足りる？6分のお薬があります。クロスボウあります。ハンドガン。ハンドガン打ちまくってみてもいいかな。すぐ壊れるかな。まあ、いっか。さてさてさて、スタートですよと。緊張するね。あ、待って、電気オンにしなきゃ。イエス。なんならスポットライトもね、キーンって、あれ、これどうやってやるの、あれ、スポットライトの角度の、あれ、まあいいや、角度のマウスか、マウスじゃなかったっけ。できないな、どうなったっけ。まあいいや。あれ、なんかそんな難しいことなかったと思うけど、設置した位置が悪いのかもね。動かないみたいな。よし、スタートしました。フェラルフォード、28日だから3721472844回目のフェラルフォードですね。電柵ちゃんと動いてるよな。ビリビリテストしてないけど大丈夫。つか、あっち側に回り込んだゾンビがいたのがちょっと不穏。待って、あっち壊してるゾンビいない？え、待って、俺やった、これもしかして。俺なんか、ブロック設置したせいでさ、ゾンビのルート変わっちゃったのでは？え、嘘でしょ？俺あっちからゾンビ来られたらもう無理だよ、マジで。え、ちょ、待って。おかしいって。あ、やばい。壊してる音が聞こえる。けど、俺にはゾンビが、姿が全く見えない。犬いるよね、下ね。やっべえ。なんでこっから入ってこようとしないの？こっちにも電柵つけとくべき？いや、でもそしたら俺が電気ビリビリになるような。なんでこれ一旦あれか？一旦俺が下に降りてルート取りをゾンビに説明してあげる必要がある気がする。そうじゃね？きっとそうだよね。どうしよう。あ、来た？来てない。これルート取り教えてあげないといけない気がするわ。こっちですよってこと。これさ、ワンちゃん、うわ、来た。これで始まったんじゃない？これで始まったんじゃない？来た。ちゃんとルート覚えたわ。えらい。電柵が動いてるかチェックしたかったな、一旦。うわー、ちょ、旧ゾンビたちがルート探索に失敗した旧ゾンビたちがまだ殴り続けてる。まあ最後のフェラルフォードなんで、このキャリアが半壊しようが構わないっちゃ構わないんだけども、ちょっとゾンビの
来ないっていうのはちょっと楽しくないですね。楽しくないけど、下手に下に行って見て、電柵動いてる、下手に下に行ってリスクを上げるっていうのもまた話は変わってくるので、新しいゾンビがどうやって、うわあっち行ってるわ、ルートがおかしいわ、新しいゾンビ、やばいやばい、逆電柵に当たる前に殴りたいのね、本当は電柵節約したいからね、あんま持ってる、うわ左右のぶっ壊してる音がさ怖すぎるんだ、うお、あはい、なんでだろうね、何が間違ったんだろう、なんでルートがあんな大回りルートになったんだろうな、絶対なんかあるよね、そっから普通に上がってくりゃいいだけじゃん、なのに大回りしてるんだよだこの看板壊されたくないから、あっちバリアみたいにしたみたいな、そんなことできるのかな、分からんけどな、倒せば倒すだけゾンビ湧いてくるからな、でも今回はあれなんですよ、でき、なんか今うおーって低い鳴き声のが聞こえたな、できるだけ倒して、フォージのレシピ、フォージじゃないです車両スキルのレシピを取りたいんだよね、オッケー、もうくらたたき、あこいつか、こいつなら大丈夫だ、怖いのはあいつですね、爆発するデモリッシャーだから今はしご殴ってるやついない、大丈夫、マジはしご殴るのが一番懸念点だからね、モグラタタキー、モグラタタキー、パワーアタックモグラタタキー、飛ばしすぎても、あでも一応下にカバン落ちたか、は来た来た来た、あいつか、警察官が来た、警察官が来たね、ちょ待って話変わってくる、これこっちじゃなくってこうじゃないか、リペアしときましょう、警察官まだ今んとこ1匹だけ、軍人さんまだ右と左壊して、左壊れたな、左のルートがさ壁貫通してきたらマジどうしようって思ってんよね、その場合俺はどこにどうやって逃げればいいんだろう、右に逃げたとして右もやばいじゃん、なんならこの後ろちょっと壊しときたいまであるよな、裏に降りるようにさ、だって右もゾンビいるじゃん、やばいんだよな、そん時うわーってなるから30発じゃ耐えらんないな、10発じゃ耐えらんない、やばいやばい、別問題発生、親が起きてきた、やばい、エラルフォードまだ中盤なのに、
これはやばい。これはまずい。やばい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 。だ頼むからテレビ爆音で開けつけるのだけやめてくれ。頼むよ頼むよ。でも一時停止、一時停止、いやー一時停止やないな。タイミングで一時停止やないな。いやログアウトしたらさ、カバン消えちゃうよね多分。最低でもカバンまでは明後日から終わらないといけないの。あそこで倒したらカバンが取れないな。ハゲタカ来てるね。いやそれはダメだ。ハゲタカ左上にいます。ゾンビとりあえずこんだけカバンあればいいかな。もうちょい来てくれてもいいんだけど、そこまで多すぎるの嫌だっていうね。これぐらいの緩いペース、もうちょいもうちょい高ペースでもいい、もうちょい高ペースでもいい。それぐらいで来て、待ってゾンビの高さ変わってるくない？大丈夫か。いよいよ左来るんじゃないか。大丈夫か。やべえ、なんで最後のペラルフォードに。カバン壊れてねえ。カバンじゃない壁。どっか壁の耐久度が減ってたらいよいよだからな。耐久度チェックはしとこう。ひびが入ってたらもういよいよ俺はちょっとルート変更とかいろいろ考慮に入れるといけなくなる。逃げるかリペアで、リペアで対抗するの無理だから、多分2マス目を壊して左に行ってるゾンビを倒すみたいな。どこにいるんだろうで想像しよう。いやー、外周がどんな仕組みかがわからんから、構造わからんから、どっから殴り始めたかが想像できないな。構造わからんのつらいな。でもカバンの量はいい。こんだけあればマジでワンチャンあると思う。ん？ずっとこけ続けてたあいつ。待って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 。コインプッシャーみたいにカバン奥に転がしてくのやめて、お願いだから。これ大事なんだからね、俺のカバン。ギリ回収できるかな、あそこは。カバンプッシャー、え、カバンプッシャー作りてえな今度。アルファ11アルファじゃないね、正式リリース版スタートしたらさ、カバンでコインプッシャー作ってみよう。プッシュ系のやつってあるっけ？ないか。ないか。え、あれどうなんだっけ？ダメだったよな、確か。ハッチ？ハッチだっけ？なんだっけ？シャッターか。シャッターで。カバンを何なんて言うんだっけ、カバンを押し込む、カバンを寄せる計画やったけど、前確かダメだったけど、ハッチは試した記憶あるんだ。ハッチっていうか、ブリッジみたいな、橋の橋でか、ハッチみたいなやつ、ただの橋か、あれあれで試した時はダメだ。できたんだっけ？できた気がする。ドアとかはダメで、
せばいいか。ここで試せばいいか。コストが高くて無理か。コインプッシャーして最後に転がってきたやつを回収みたいなことやりてえよな。ゾンビが歩いてるところを横から倒しまくって物体にこのカバンを落として、まあ、ゾンビにプッシュしてもらえばいいか、カバン。だから、高さを2ぐらいにしといて、高さの幅。それぐらいにしとけばいけるのかな？ゾンビ倒れて落ちて、次のゾンビが、あ、カバン消えたくない今。ちょっと待って、今カバン消えた気がする。のせいかな、気のせいかな。死体が消え、あれ、死体が消えただけ、カバンが消えてる。どっちだ、どっちかわかんねえ。カバン消えてる気するよな。わかんねえ、勘違いな気もするし、消えてる気もするし、ハゲタカまで処理して、下に降りて犬処理して、どうしたあいつ。それでカバンあさるか。じゃあな、まず左右のやつからだな。左右の処理しつつ、ハゲタカ処理して、犬処理して、それからあさって、クラフト回収はもう近いかな。このままじゃテレビつくのが先か、俺がアサリ終えるのが先かみたいな、なんか別ゲーが始まる。減らるほどまだあと少し。平和だったね、全然平和だった今んところね。あっちチラチラしてね、大丈夫今んところよ。まだあと30分あって、左右から来る可能性あるからね。警察官結局1匹だけだったのか。左右に工事員とか言ってたら終わってたな、警察官とか。アンドワン強いな。アンドワン強っ。エコラウンドしてたからな、スレッジハンマーで。ずっとエコ。ずっとエコ。いや、ワイン。いや、平和すぎるフェラルフォードだったわ。あれにクエストがもう一個出てきて、UH60 完成しましたが、どうやら動きませんとか、なんか新しいやべえクエスト来たら。いやでもな、それこそ野戦でやりたくねえよな。終わっちゃったわ。無事完了。もうハンドガンで成敗しに行くか。結局どうなってたんだろうな。あされるところで死んでもらおう。こっちが、おう、は、ちょっと待ってった一匹で終わったちょっと
ちゃんと俺の楽しみ一瞬にして奪われた安心したと同時に一瞬にして俺の楽しみ一瞬にして奪われたえぐいて、出方えぐいて、6冊出るのえぐいて、一瞬すぎんそれ、マジ。もうクリア確定です、クリア確定です、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。とりあえず漁るけどさ、なんだそりゃ、また出た、また出た、おいおいおい、キル取るだけでよかったな、やばやば、俺の楽しみ一瞬にして奪われた。やんのか、ロもういやー、これはいやいやー、それはちょっと話が違うよな、あと一冊かよとか言いながらさあと一冊来い来い来いとか言いながら我慢開けたかったよ俺はうそだろ、今日だけで50冊溜まっちゃうて、うそだー、さすがにか、さすがにか、お、来た、やっぱこういうこういうこの来たの感じが好きよな。いや、来るか、来ないか、ちょっと今邪魔だから捨てとくか、もう今いいや、おお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 、来た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 、40冊来ました、あと10冊、あー待って、こっち20冊あった、終わった蛍の光流れてます、俺の頭の中で、で閉店だわ、もう閉店だわ、もう、わー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 、そんなこと誰が想像したよ、嘘だろ、はあ、うお、犬、そうだった、犬、待て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 、こいつら強いのか、びっくりした、思ったより強かった、どう壊されたかを見に行こうよ、どこにいるのゾンビ、どこにいるんだ、これ爆発の後だもんな、え、この外なんだよ、この外なんだけど、どこだ、ここなんだよ、待って、永遠に8叩いてる、次こっち見に行くか、こっちも8叩いたりする、まずい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 、ここかな、うわっうわっ、ここ壊して
いや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 、ここだけなわけがない。違う、うん、あ、待って、4度こうか、さすがに。はい、50なりました。残り50、多すぎ。ん？どこに行ったんだ。ちょっと近づくのやめとっか。うわ、危ない。地面に触れたらワンチャンやアウトな可能性あるからな。結局ここの外どこだったか分かんない問題発生してる。いやでもヘリで外からチェックするの怖えな。それは違うよな、被害チェックっつってさ。うわ、こいつ生きてたんだ。まだいる。銃使っちゃった。この上っぽいな。上ってなんかある。ん？わからんね。ちょっと上の上から見てみるか。どうだ、こっちか。こっちの、こっちから、回ってみればいい。待って、あげたか。嘘、なんで、なんで今当たんなかったんだろう。どう、こっちら辺壊されてる跡ある。え、壊されてる。こっちに登ってきてたんだ。あー、こっちだ。生きてる、生きてる、あいつ。こっから入ってきたか。でもこれさ、これ地殻変動で壊れてんだよな多分。あっちだな、あっち削られてるね。いやでもこっから上がって、鶏がいて、あ、違う、削られてないわ。どこにいたんだろう。まあ次回クラフトして、クラフト中に多分暇なると思うんで、ちょっと探しに来てみるか。どっから上がるんだっけ。よし、というわけで、じゃあ今日はここで終わりにしましょう。次回クラフト開始。いやー、まさか、まさかこんなことになるとは思わんかったね。というわけで、ご視聴ありがとうございました。嬉しかでした。次回クラフト開始、あわよくば回収じゃなくて、なんだっけ、脱出。はい、そんな感じのとこ。というわけで、静止画でした。